フィル・ジャクソン・フォード・ジュニアは、アメリカ合衆国の元プロバスケットボール選手、指導者。身長188センチメートル、体重79キログラム。ポジションは、ポイントガード。ノースカロライナ大学及び NBA のカンザスシティ・キングスなどでプレーした。1978から79シーズン新人王。フォードは、ノースカロライナ州ロッキーマウントで生まれ。 地元の名門のオスカロライナ大学に入学した。大学では名称ディーン・スミスの下でスターガードとして華々しい活躍を見せた。2年時には1976年モントリオール五輪でアメリカ代表に選ばれ金メダルを獲得した。3年時にはチームを NCWA トーナメント準優勝に導いている。また2年連続のオールアメリカファーストチーム選出を はじめ、ジョン・ウ・デン賞・シオスカー・ロバート・ソン・賞など数々のタイトルに輝いた。大学4年間の成績は、平均18.6得点6.1アシストであった。通算2290得点は、学校史上2位、753アシストは、同3位の記録である。フォードは、ノースカロライナ大学のみならず、ACC 史上有数の名選手の一人に、数えられており、 ACC50 周年記念チームやカレッジバスケットボール伝道に名を連ねている。フォードは1978年に NBA ドラフト全体2位でカンザスシティキングスに入団し、1年目から平均15.9得点8.6アシストを記録してチームを4年ぶりのプレーオフに導いた。自身は新人王を受賞し、オール NBA セカンドチームにも選ばれた。 3年目の1980から81シーズンにキャリアハイとなる平均17.5得点8.8アシストを上げ、キングスも解消後初となるカンファレンス決勝進出を果たした。しかし翌シーズンに成績が急降下し、シーズン終了後ニュージャージーネッツにトレードされた。その後ミルウォーキーバックス、ヒューストンドケッツを渡り歩き、1985年に 現役を引退した。NBA での成績は482試合の出場で通算5594得点3083アシストであった。引退後は母校ノースカロライナ大学のアシスタントコーチを12年間に渡って務め、1993年の全米優勝に貢献した。退任後2004年から2011年にかけて、 デトロイトピストンズなど NBA の3球団でアシスタントコーチとして働いた。現在はノースカロライナ大学体育学部の資金調達部門である教育基金でスタッフとして勤務している。ありがとうございます。